皆さんこんにちは、山本あやめです。熊谷暮らしの情報局始まりました。さて今回私の隣にいらっしゃるのが消防本部予防課の倉上さんと広報校長課の黒田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビの前の皆さんも最後までよろしくお願いします。さて倉上さん、消防本部の方がいらっしゃったということはですよ、やはり火災予防についてのお知らせでしょうか。はい、その通りです。年末年始は特に火災が多い時期です。その前に予防としてできることをお伝えしたいと思います。今年も残りわずかなんですね。でもどうして年末年始に火災が多くなるのですか。この時期は空気が乾燥し暖房器具もたくさん使います。また年末年始は休日が多く家を留守にしたり事業所なども無人になりがちです。確かにそうですね。何かと忙しい時期ですが火の取り扱いがおろそかにならないよう今日はいろいろ教えてください。はい、まず山本さん、去年1年間の熊谷市の火災件数はどのくらいだと思いますか。この質問確か去年もありました。思いのほか件数が多くて驚いた記憶があります。今年は減っているということを期待して30件くらいでしょうか。実は平成29年は69件で前年より5件増加しています。そうなんですね。火災って結構たくさん起きているんですね。はい、では火災原因の1位は何かご存知ですか。これは覚えてます。確か去年は放火がトップだったと思います。山本さん、その通りです。平成29年も火災原因の1位は放火及び放火の疑いで市内で30件発生しています。放火と聞くと怖いですよね。気をつけようがないというか何をどうしたら防げるのですか。そうですね、放火を完全に防ぐということは難しい問題です。でも地域全体で放火されない環境づくりを進めることが大切なんです。なるほど、放火されない環境づくりのために私たちはどんなことができますか。はい、具体的な予防対策は次の6点です。1つ目はゴミは収集日の朝に出す。2つ目は家の周りに燃えやすいものを置かない。3つ目は物置などには必ず鍵をかける。4つ目は家の周りは照明をつけて明るくする。5つ目は郵便受けに新聞などを貯めないようにする。6つ目は近所の人との親睦を深め放火の防止対策について話し合う。以上の対策をきちんと実行すれば放火犯が狙いにくい放火されない環境づくりが進むと思います。わかりました、気をつけたいと思います。そして放火以外にも多い出火原因はありますか。はい、やはり直接火を使うという意味でコンロも気をつけていただきたいポイントです。調理中は絶対にその場を離れないようにして離れるときは必ず火を消しましょう。コンロの周りに燃えやすいものを置かないことも大事です。また着衣着火にも注意が必要です。ゆったりとした服装や燃えやすい生地を着ている時の調理は避けるようにしてください。はい、そうですね、私も台所に立つ時は寒いとこうゆったりとした上着を羽織ることが多いので着衣着火は十分気をつけたいと思います。はい、ここからは万が一住宅火災が起きてしまった時にいち早く知り拡大を防ぐためにできることを紹介していきます。お願いします。では山本さんに問題です。はい、これは何でしょうか。これは分かりますよ、火災警報器ですね。はい、正解です。住宅用火災警報器は煙や熱を感知して音声などにより警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器なんです。火が回ってしまった時すぐに分かるものではないんですね。はい、実際の住宅火災による死者の半数以上は寝ている時に火災に遭遇し気づかずに逃げ遅れてしまうケースなんです。熊谷市では平成20年6月から全ての住宅に設置が義務付けられています。寝室として使用する部屋と寝室が2階以上にある場合は階段の天井または壁面に煙感知式の警報器を設置する必要があります。平成30年
6月1日時点の熊谷市内の設置率は 73% で、全国の 81.6% と比較するとまだまだ低い状況です。住宅用火災警報器は万が一の時に私たちの命を守ってくれる大切な機器なので、必ず設置しましょう。うちにもちゃんとありますよ。ずっと前からきちんと設置してあります。ありがとうございます。ところでその警報器、はい、最後に点検したのはいつですか？点検ですか？いつだったですかね。はい、山本さん、実は住宅用火災警報器の電池の寿命の目安はおよそ10年なんです。平成20年から設置が義務付けられてから今年でちょうど10年です。なるほど。せっかく設置していても電池切れでは意味がないですよね。はい、少なくとも半年に一度は点検をお願いします。はい、でも点検といってもどうすればいいんですか？警報器の点検ボタンを押すか、または点検紐を引いて作動するかを確認してください。正常です。あ、ちゃんと鳴りましたね。はい、もし音が鳴らない場合は電池切れ、もしくは本体の故障が考えられますので、取扱説明書を確認してください。また警報器にホコリがつくと煙を感知しにくくなりますので、点検と合わせて掃除をしてください。はい、わかりました。今日帰ったら早速点検してみたいと思います。お願いします。ぜひ皆さんもこの機会にご自宅の火災警報器の点検をお願いします。はい、年末年始を楽しく過ごすためにも日頃の対策が大切ですね。倉上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて黒田さん、お願いします。はい、突然ですが山本さんはスペイン語は話しますか？はい、突然来ましたね。グラシアス、ありがとうぐらいしか喋れないんですけれども、ちなみに黒田さんどうですか？私はさっぱりわかりません。でも少しこれから勉強してみたいなというふうに思っています。どうしてスペイン語なんですか？来年ラグビーワールドカップが開催されますよね。熊谷ラグビー場で試合をするウルグアイ、アルゼンチンではスペイン語が話されています。なるほど、スペイン語を話す方たちがここ熊谷にたくさん訪れるわけなんですね。はい、熊谷で試合する国のことを知れば観戦する楽しみが増えますよね。そうですね、私もちょっと興味が湧いてきました。そんな山本さんに熊谷市国際交流協会で素敵な講座が予定されているので、ぜひ紹介させてください。はい、来年のラグビーワールドカップ開催に向け、スペイン語これだけ、ラグビーおもてなし超入門という講座が1月12日土曜日の10時から11時半に緑化センターで行われます。市内及び近隣に在住、在勤、在学の中学生以上の方が対象です。費用は500円で、熊谷市国際交流協会の会員でない方は要入会、別途年会費1000円が必要です。申し込み方法はハガキまたは国際交流協会ホームページのお問い合わせフォーム、一人一通一口座に口座名、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入し、12月27日木曜日までにお申し込みください。超入門とありますが、どういったことを学ぶんでしょうか？はい、簡単な挨拶やとっさの一言などがメインで、スペイン語に初めて触れるという方にぴったりの内容になっています。なるほど、海外から観戦に来た方に挨拶したり、簡単に会話ができたらきっと楽しいですよね。熊谷にようこそというおもてなしの気持ちも伝わると思います。そうですね、熊谷市国際交流協会では今回のスペイン語以外にも英語、中国語、韓国語など様々な言語の講座を行っていますので、ぜひ司法やホームページをチェックしていただきたいです。今回のお知らせは以上となります。倉上さん、黒田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。熊谷暮らしの情報局、次回は12月16日の更新となります。それではまた。